ます。あれ？あら、インポスター。はい、ナイス、ナイス、ナイスボタン。ぜナイスじゃねえだろ、ドレボタン。ちょっと慣れてる人なんて言ったか教えて。全然ナイスじゃねえだろ、このボケがって言ってました。あ、すごい、怖い、怖い、怖い。え、ボケがって言ったのか、このボタンはって。あ、このボタンはって言ったのか。わかんない、どっちか。さすが。どの道だよ。どの道だよ。ボケが怒ってはいる、とりあえず。怒ってはいた。怒ってはいた。やばいよ。道徳を通ってるやつもいるぞ。ポン。シャッシャッ。おお、ゴールで中野さんになんかずっとつけられてました。あ、で、千之助が南の方に南いや、違う、東西南北でアーカイブドラクエだって。ドラクエ全部同じじゃない。東西南北ドラクエで覚えてる人じゃない。その上で誰が一番怪しいですか、ヌースケ先輩的には。今殺しができるとしたら、殺し、まあまあまあね、一応ね。うん、スさんが怪しいんです。なんでやねん、アホか。アホ？アホ？いやいやいや、怖いな、怖いな。さっきボケって言った男が詰めちゃダメなんだよ。何を持ってて、すごい怪しかったよ。それだ、それがすげえ気になる。おい、じーじーちゃ、めちゃ。おい、キル起こしたいよ。地面シャワーだろ。さんじゃなかった。藤宮くんがシャワー室のタオルタスク前で死んでました。なるほど。コックピットって。コックピットの方にズズさんがいたんですよ。で、僕宝石磨いてたんですけど、ズズさんが右の方に向かっていくのは見ました。その後殺されたってこと。うん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 。停電かっちゃった人って誰ですか。僕が一番左上げたけど。そうですね、一番開いて、誰か、多分マオ君開いてたんじゃない。あ、俺も開いてた。俺も開いてて、最後全部つけたと思ったら治ってなかったから、戻ったら治った感じかな。場所はどこでですか。展望。展望。僕は昇降機右です。展望、はい、どっち進めます、これは。動き的にチェロさんがちょっと怪しいかなって思っていて、展望で竹尾くんと俺がいて、で、うん、どこだっけな、なんか宿舎前あたりで合流してエンジンの方に向かっていくのを見た後に、そのまま停電だったんで武器庫キッチンに展望で直してて、
で足取りがつかめないんで、大体コックピットあたりにいて遅れてキッチンから入ってきたのかなと思ったんで。あ、そうです、アドミン見て、あのちょっと聞こみちゃったんですけど、敵がずっと2だったので死んでると思って行ったら生きてました。シャワーのこの辺で死んでたの、藤宮って。タオルをしまうカゴの前ですね。あれでもずっ、あ、ごめんなさい、あ、どうぞ先に。あ、ズズってコックピットあたりに立ってるんだったらチェロスケさんが怪しいのでは。うん、からなんか右に行ったのが右に行ったのか、間違えました。え、金庫室、ズズさん金庫室から右の方に向かって、すいません大変失礼しました。あ、オッケーさんです。多分違うか、藤宮殺されたのは15秒とか20秒前とかな気がするけどな。あ、そんな前、結構前な気がしますね。高田さんと僕がシャワーからメインに行くタイミングで、シャワーの右に行く藤宮を見てるから、そのタイミングでタオル拾ってるんだったら、多分そっから戻って で高田さんと結構一緒にいる時間があったから、15から20秒ぐらいは経ってそうだなっていう印象ですね、タオルタスクの。多分ですけど、あ、これ左側の死人情報が多いんで、藤宮くんキルの方が詰められそうかなと。うんうん、展望組とかは多分無理だから。僕まで高田さんは絶対無理だね。鈴さん10秒以内に死ぬ。今日は戦う武器で浮いてます、最後。高田さん視点で麺屋さんに白を出せます。まあ、ほぼほぼじゃない、ほぼほぼって感じ。絶対展望に入れんだろ。これは？ん？これは？あら、何マグネット？あら、チェロスケがマットじゃないの、わかんないけど。いや、宝さん。チェロさんじゃない？マットメイト、あのコミサボから離れ直ってないのに離れていく。そうなんですよ。僕も見ましたそれ。それあのー。チェロさんだ。いや、なあのコミの左のドアを開けましたと。でコミのドアを開けましたと。でそうしたら高田さんがいました。通路に。いました。ああ、ずっとほんまほんまでずっと立ってるから、ずっと立ってるから、何さへんのかなーって思ってずっと見とったんですよ。そしたら高田さんもチェロのことをずっと見てたんです。そうよ、だってチェロ今回メイヤさんがどこ貨物に置いてってるんで、左弟子にある人は無理だと。チェロ、タカ、マオ、え、あと誰、先輩、ハタサコ、あ、ナナコ、ハタサコ、え、ハタサコさんそんなとこまで行ってますよ、一直線で二人を置いてメイヤさんと、アルマを貨物に置いて僕は一直線で行ってます。いや、もう証言が違うわ。じゃあラウンジ貨物館に2人がいるのを見て、僕が貨物バイタルって言ってるんで置いてかれてない。あたさこ最終位置どこ？コミュの通信室の中です。来てはいた。あ、いた。あー、じゃあやっぱアルマーぐらいしかいない人が、はい、いや、あたさこさんだと思う。あ、僕シェリフなんで。さよなら。さよならほぼすべて左にいたけど。キリトみたいな言い方すんなよ。言うな、先輩ちょいたな、やっぱり。もう出てこいよ、そこまで言うの。そうそうそう。俺は先輩だよ、先輩は俺だよ。あ、どういうですか。ズズさん切るもじゃあ、アルマ。多いけどね、初攻機右って言ったから。違いますよ。これって、タカラさんとチェロちゃんがじゃあ、二人で棒立ちしてるってこと、通信室前で。あ、でも俺、通信室の、コミサボ前から出てくるチェロさん見てるんで。あ、そう。チェロスケは単独でね、コミサボの中入ったけど、直さず出てた。それは、チェロが入ったら、タカラさんも入るかなって思って入ったけど、なんか来る気配なかったから、もう一回出て、見合ってた。池口さんは僕と一緒にずっといたんだけど、頑張れ、チェロスケ。チェロさんだけ。
戻ってもらう。チェロスキー頑張れ。違うよ。チェロスキー頑張れ。なのだ。チェロスキー頑張れ。なのだって。チェロスケのあのあのアドミンの展望にはありえねえからな。なお直したか。アドミン見れなくなってる。あらら。あら、おう、ムスケ先輩。大変だ。大変だ。伝えがあった。シャワー、メインホールの一番右の下の方。メインホール。エレクトリカルのはしごの上の方です。ほう。ほう。でも、ちょっと。その死体を見て悲しかったりしました。どうでした？なんかショックを受けました。大丈夫？結構立ち直れそう？議論できる？あれ、あ、ちょっと、ちょっとケアとか必要ですか？ケア。竹尾さん、なんか武器庫で竹尾さんとすれ違って、はい、メインホール僕来てタスクやろうと思ったんですよ。でタスクやって終わったから下に戻ろうと思ったらそのエレクトリカルパレードのところでなんかいたんですよ。うん、なんか、うん、なんかもっと楽しそう。キッチンから弁当飛んできたんじゃないか。キッチンから弁当へ飛んで取ったんじゃないですか。そこまでくぐつでいいのか君は。君は一人の人間だ。ちゃんと自分がいてもいいんだ。操られてるわ。ああいや、全然弁当なんか使ってないですよ。ああ。どうしたの？小学2年生ぐらいの劇なの？初めての。ことは魔王さん。なんでやねん。もう二度と助けねえからな。ちなみになんですけど、停電直した人がいるはずです。僕が展望デッキで直そうと思った時、もう直ったんで。あ、停電俺直しました。で、その後ろから、シン様が来てて、昇降機右で直してます。で、アーカイブでシン様置いてラウンジ貨物、診察入ったあたりで終わってるんで、位置的にはおかしくないと思います。なるほど。チェロスケほぼマットかなとは思ってるんだけど、あと、高田さんの位置聞いときたいな。あれ俺どこだっけ？ミーティング。です。えテロどこにいる？いや、もう残り15秒なんで。なんで？しなきゃなと思って。とりあえずチェロさんに釣っといてもいいか。なんで？箸休め的に。あ、いや、箸休め。箸休めのやつ。ちなみに、アドミンが見れなくなってました。あ誰だよ。あ、高田さんとチェロがキッチン脇だったわ。高田さんだ、これ。あたさこだ。あたさこ切りてえな。うい。
あれ？あれ？何が起こってるのだ？何が起こってるのだ？仕方良くないよ。何が起こってるのだ？これ初めてリアクター勝ちした。リアクター勝ちした。なんで負けた？何これは。何が起こってるのだ？初めてリアクター勝ちできた。なんか何がみんながどうすればいいか分かんなくなってきちゃった。高田さんあれわざとレポしなかったんですか？片底の下でどうしようと思って扉開けて奥誰いるかなと思って見ようと思ったら後ろから手を見ていれば、ああ、なんかふざけたのかと思った。そう、あれと思った。お、ま、扉の前で死んでる。ごめんごめん、ちょっと先輩をそっちに連れて行くのが遅くなっちゃった。あ、いえいえ。どういう状況？どういうこと？どういうこと？リアクターのなんか直してくれて、真央くんが直してくれてるし、剣士がそっち向かったから大丈夫かなと。ああ。あれやばくねと思った時に先輩をそっちに動かしたんだけど、ちょっと間に合いませんでした。いや、病人にいたけど、みんな救急車呼ばないリボン。誰かやるだろうって。誰かやるだろう。誰もリアクターを直してないのである。俺ずーっとボタン押してたよ俺。もうあのバイトもうやだよ。あれやった後必ず負けてんだ今日。あとね、皆さんね、分かんないと思うんですけど、先輩がタスクめちゃめちゃ早くなってきたんで。大丈夫です。あの中野師匠の動画めちゃめちゃ。中野師匠。ランク上がったな中野さん。吸収力が高いよね。師匠になった。とぜひインポスター引くことを願ってまたもう一試合行ってもらっていいですか？いいっしょ。はい、お願いします。お願いします。引けなかったらリセットしてもいいっすよ。